はい、もいいです、ドラフト完全ウェーバー縛りやりましょうか。リーグ戦優勝でクライマックスシリーズも勝ち上がり、圧倒的な成績を残して、相手は日本シリーズ大谷翔平率いる日本ハムと、帰ってきた大谷翔平、1番 DH、 2番ファースト清宮、4番に秋山、5番に万波と、先発は立つで来るのか、エースは立つなのか。これあれか、大谷は DH なしの時に使ってみたいな、そういうやり方をする作戦ね。調子がいいんでこの辺使っていきましょうか。大谷ねー、ということは大谷が3戦目に投げてくるのね。その時は結構やっぱ不利よ、うちは1番から DH あるみたいな感じだからね、日本ハムだけ。 3.86、 7勝5敗、2割7分8厘、21本48打点10盗塁、2割9分4厘、51本104打点、だってすごっ。清宮2割9分3厘、30本99打点、2割8分6厘、36本111打点、2割5分6厘、20本59打点。打線がなかなか強いね、ウホチョウ。まさか札幌ドームでこんなにウホチョウが育つと。1番から5番まで20本以上、まあ、うちもね17本4本28本34本22本、ちょっと弱いね、うちの打線ちょっと弱いな。だが投手力がダンチよ。ちょっともう変えようかな、西口。ただね、変えるのも怖いと。いや、ここは思い切って変えよう。いやー、西口かダメだったか。いや、宇田川いるじゃん。変えた瞬間本当に打たれたね、西口。いやー、ちょっとね、欲張ったな。第4戦5戦ぐらいで西口使いたいなと思っちゃったんだよな。ちょっと欲張った。西口にもう一回投げてもらいたくてね、7回で降板させたんですが、完封させるべきだったな。西口だったら完璧に抑えてたもんね。相手勢い乗ってるよ。ちょっとここは斉藤和美に頑張ってもらって、もう斉藤で最後までやだ。ドラフト連合、よし。やだはなぜ投げた、しかも一瞬で交代しなかった。0回3分の2で2アウト取って、最後高原が締めると。よくわからん継投をしています。まあ抑え、あれか、セーブ機会になったからランナーが1人出て。まあ1日休んでの、日本シリーズのいいところは1日1日人を変えれるんで、絶好調セットかの選手がいれば2軍からも上げてきてもいいと。特にいないと。さあ、うちの本拠地を。いや、西口使いてもっかい。まあ、古谷でいっか。門脇と北方は調子がいい方を使います。北方が一応キャッチャー B で、門脇がキャッチャー C なんだけど、まあまあまあそんな変わんないでしょ、1だし。調子がいい方を使えばいいのかなと。いや、相手の打線がえぐいな。なんとかうちの投手力で抑えてはいるけども。いけ、いって、あー、なら同点なら裏が有利だけど同点ではない。宇田川がきついな、相手。宇田川に完全に抑えられてる。大谷は全然投げてこないよ。天心行きましょうか。あれ、昨日も大谷投げてないよな。大谷が全然投げてこない。第5戦か、第5戦で使うのか大谷は。それか抑え大谷なのかな。よし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 、あとは天心。やだ、早めに交代。よし。ドラフト連合。例えば謙信は勝利投手にしてたから5回で変わるのか。さあ、スランプ。
梶本スランプなんで、関口中継ぎにするか。西口で川上斉藤古谷剣士もっかい投げれるでしょ。第5戦でその後1日休みだから、ここ西口でまず勝って、あー来た大谷。でも9番なんだ。1番ピッチャーにしなくて1番ファースト清宮。ちなみに清宮は51本打ってます。史上最強の1番バッター、2割9分4厘、51本ぐらい打ってる1番バッター、やばすぎる。104打点、2割9分4厘50分104打点の1番バッター。いやー、よし大谷降ろせ、大谷降ろせ、大谷が降りない、よし大谷が降りない、よーし、そりゃそうなるやな。うちの西口はもう完投よ、最後なんでこれ、最後までやっぱ西口作戦がね効いたな。9回109球被安打5奪三振10。どうやって点取られたんだろう、意外と連打で点取られてんだ。あとホームラン、大谷にホームラン打たれてる。さあ1日休んで大手をかけての第6戦、これで決めましょうか。剣心、明日は斉藤古谷、調子がいい方、まあ斉藤か、斉藤で行くんで、稲田の調子がよくね、かんざし、こうよ、こういうこともできますと。高橋か、中日の高橋が日本ハム、日本ハムなんかめちゃめちゃ補強してない。宇田川もいれば、まあ、大谷も帰ってきたし、秋山はドラフトか、まあ、言うて宇田川とあれぐらい、高橋仕事ぐらいなのかな。だが勝ちますよと。3点取られましたが、まだまだ分からん、うん、あー無理か。ドラフト連合、高橋宏斗が打ち崩せずと。なぜ高橋宏斗が、あれ高橋宏斗ここ残ってたっけ、1戦目投げてた。さあ第7戦、斉藤、一応この試合引き分けの可能性もあるんでね、中継ぎに西口待機させておこう。調子極端なんで今好調ということで絶好調です。花輪の調子がいい、大谷絶不調よ。これ西口変えるわ、どっかで。でも西口変えてもすぐイニング変えらせる、最後に投げさせる、まあ、どっかで勝ってたら西口投げさせるのもある。2イニングぐらい食ってくれ、イニング食ってくれたらめちゃめちゃありがたい。いきなりに3点取られましたが、4点目ちょっと待って、もう変えよう。来た西口、いやー打たれる、よし逆転しろ逆転しろ、頑張って、ガー最後宇田川か。優勝できず、あ、ビッグボス、まだビッグボスが監督してる。まあ、最後西口打たれたからな、あ、打たれてなかった西口は。斉藤和美が4回6失点、ちょっと和美が最後西口だったか、先発スタミナ足りなくても西口だったか。あー、ということでもう1年遊べるドンと。この戦力であればおそらく来年も優勝できると思うんだよ。誰もどっかに行かなければ。最高出塁率最多勝、最多率1位、最終勝率最多奪三振。新人王村田、打撃タイトルは取れず。すごい、ブロンコすごくね。どんだけ活躍したんだ。ほぼ満票じゃなかった。300票ぐらい集めてた。FA は？よし。そしてブロンコの成績は3割の5に46本125打点。惜しかったね三冠王。うちやっぱアベレージがここに2人いるもん。巨人強くんだせ。
佐野もいて、牧もいて、ブロンコもいる。ピッチャー陣はやっぱうちが強いんじゃないか。1位2位だもんね、先発も。まあ特に何もなければ優勝はできると思うんですが、今64人何人かクビにするわ。ちょっと何人かねクビにしました。早熟のやつと赤徳が多い、払い、日本儀、横内、宮前、森、赤川、藤立、倉林あたりをちょっとクビにして若返りを図ろう。まあもともと若い選手も結構クビにしたんだけどね、ちょっと枠が結構パンパンのパンだったんで。まあ言うても来年ね、でも分かんないよこれ。これでね、多分2年連続ね、日本一ぐらいになれないと一気にね、勝てなくなるし、あと補強ができんのよ。ドラフトでしか補強ができないのに、ドラフトでいいのが取れないと。なぜなら順番が後ろの方なんで。伸び B がいる。投手は取れるんよ。スカウトがいいから、いいの見れるね。先発より今中継ぎなんだよな、欲しいのは。中継ぎの伸び B。伸び B。なんか伸び、俺が伸び B とか伸び A 好きだから伸びを、伸びの選手をいっぱい集めてきてる。あーすごい野手、キャッチャー豊作時代。ドラ1でキャッチャー4人。そんなことある？史上初じゃない？あー吉田か。5人目取るよ、キャッチャー。浅村は違う転生じゃないのね。意外と残ってたりしねえかな。コンピューターのドラ1の選び方よくわかんないかな。まあピッチャーでしょ。タイピン B、 クイック B 強くね。イマム、しかも中継ぎも先発もできる。イマム取って、次に中継ぎの選手を取りたいと。中継ぎの伸び B が。桑島打たれ強さいいか、対左いいか。広川、野手も取らないといけないんだけど、投手で取りたい選手が多い。シンキングツーシーム、これえぐくない？左で。さあやっと野手です。もうでも残ってないんだよな、ここまで来ると。上位で取らないと、野手は。浅村とか悪くないよな。弾道さんだし。で郡山、この逆に特能が見えないからこそ、気になると。朝山、まあ、首都を広川、桑島、浅村、朝山。タイピン B、クイック B、 一発持ちか。まあ、買いまたぎ丸があるんで中継ぎで基本使おうかな。まあ、こいつも中継ぎ、抑え、中継ぎ、抑え。この2人はやっぱりあるよ、1年目から抑え。即戦力ルーキーなんで。で、浅村、浅山と。辰巳が帰ってくる。まあ、辰巳がどこに入ってもそんなに戦力的には変わんないでしょ。問題はやっぱ FA よな。去年2位だったチームどこ？ヤクルト、中日、でも巨人とかあの打線で5位なんだね。
ちょっとセリーグね、勢力図が変わるんで、誰がどこ行くかと重要よ。あー、ローキ来たね。ただ広島は弱体化した。あー、木山巨人入った。これ巨人のあの打線にちょっと巨人要注意じゃない。あの打線にさらに秋山が入ってくると。海外留学はコーリア、アメリカ行かしたいね。球速、野手はパワー。アメリカに村田と、ちょっと抑えをできたら育てたいんで、中継ぎ抑えで強いやつ。大引き抑えできるね。伸びいいシュート回転か。七条はどう？あー、赤徳が。こいつらもな、抑えがあまり得意じゃないんでね。荒巻も。なら先発も中継ぎもできる平間？いや、荒巻行くわ。でも、球速速いやつの方がいいのかな、これって。速いやつはより伸びる？いっか、まあ、荒巻でいいや。村田と荒巻を生かしてちょっと最強の中継ぎ軍団を作りたい。世界も結構変えるんじゃない ?7、7、5。あ、でもこれで金がね、意外と6億7000万しかない。いつも10億ぐらい残してたんですが、ここでちょっとぶっ破しましょう。お、斎藤タイピンチへ。北方もキャッチャーになったんで、これでキャッチャーを門脇が覚えれると。で、斎藤がタイピン A になったんで、誰、あと1人、あと1枠先発。特殊能力が伸びにくい。特殊能力伸びやすいやつにやらすか。伸びやすくて有望なやつ。関口、関口じゃタイピンチ覚えようか。カワトがセカンド D まで行けましたと。これ今井が調子悪かったらあるよ、セカンド。カワトセカンド。ベベー。菅原、平間、関口、あれ、あと先発一枠誰だっけ。西口、川上、斎藤、古谷、関口、赤池も中継ぎだったよね。あー、木口、いいのもいます。伸び映画、とりあえず伸びよ。もう伸びか4球種か。桑島は一気に使えるんじゃない。3球種持ちだし、で一発持ちの抑え高畑。なかなか抑えが一発持ちってないよな。ホームラン打たれちゃいけないんだから、抑えなんて。荒木、あ、そか、村田がいないのか今。ならばじゃあ川とセカンド行ってみっか。1番川と2番今江、3番張本、4番王、5番前田、荒木。でも前田ね、去年頑張ったからね、3番に置いてる。いや、やっぱ張本だな。
角脇北方じゃない、キャッチャー A だし。で対左で角脇、みんな対左強いんだね、うちのチームレギュラー陣が。さあじゃあ開幕までいってシーズン終わりましょうか。シーズン終わるというか次回やりましょうか。角脇